神取遺跡所在地、神取遺跡は、山梨県北杜市にある遺跡。旧石器時代から、縄文時代草創期を中心とし、古墳時代、平安時代の集落を伴う複合遺跡である。縄文時代草創期の出土品45点が1996年5月2日に山梨県指定有形文化財に指定されている。所在する北杜市焼野町は県北西部茅ヶ岳南麓の西端に位置。旧焼野町域の西端にあたる。山麓を南流する塩川左岸の神取面と呼ばれる南北に傾斜した下枝段丘上に立地する。標高は480メートル付近。県北西部地域において、八ヶ岳山麓では、湧水川紀旧石器時代から縄文時代の遺跡が数多く分布するが、対して、茅ヶ岳山麓は水利に乏しく遺跡数は乏しい。1992年6月から11月にかけて、県園圃場整備事業に先立つ発掘調査が行われた。神取遺跡は、山梨県内において、それまで空白期であった、旧石器時代終末期から、縄文草創期の遺跡として知られる。検出以降から、住居跡は確認できないものの、柱跡が見られることから2棟の住居が想定されている。出土遺物では、草創期の土器、石器が見られる。土器類では、爪形分土器や、表裏縄文土器、隆起線分土器やその土器片があり、東国における、草創期の一般的特徴を示している。また、東海地方との交流を示す上野山式土器や、粕畑式土器も出土している。石器では、狩猟に用いる、槍先形戦闘機が中心で、この刃型が25点で、有形が4点。石属は7点、3点は、尾型戦闘機下で、有形戦闘機と石属は、少ない傾向にある。他草器や石器が10点、石水4点、石形石器1点のほか、県内で唯一の資料となる後期旧石器時代の極部魔製石斧1点、0機器などが見られる。石器石材の大半は、形質欠岩性で、わずかに安山岩性のものも見られる。それらの未完成品や失敗作のほか、同質石材の薄片が1500点以上、出土している。石器の使用痕からも、他集落へ石器を供給するための製作場であったと考えられている。器種の中心は、後期旧石器時代以来の大型銃を対象とした投げ槍に用いる狩猟用石器である槍先形戦闘機であるが、石属は中型獣を対象とした弓矢に使用する草創期特有の狩猟用石器であり、旧石器から縄文草創期にかけて、地球的な温暖化が進行し、植物相の変化により大型銃が減少した環境的変化に適応していく形跡を示している。神取遺跡に続く遺跡には、八ヶ岳山麓地域で旧高根町域に縄文早期の八代口遺跡があり、戦闘機は完全に消失している。縄文早期では、富士北麓の池の元遺跡や古屋敷遺跡があるが、この頃には、山岳地域から、甲府盆地へも進出して住生活が開始され、やがて釈迦堂遺跡群などの大規模な集落が出現する。出土遺物は、山梨県指定有形文化財で、北杜市教育委員会に所蔵されている。ありがとうございます。